それでは今から書き込んでいくんですけれども、まずですね、筆ですね。筆のご紹介だけ先にしておきたいと思います。筆はですね、ウィンザー・ニュートンですね。この筆を使ってます。この番号の筆ですね。いろんな筆を使いましたけれども、これが一番使いやすいです。結構使ってますけれども、未だに筆の穂先がこのような綺麗な状態のまま保っています。大変おすすめの筆です。ではまずね、最初は茶色ですね。いきたいと思います。最初の茶色は比較的ラフに塗っても大丈夫だと思います。はい、こうですね。イラストとすでに違うじゃないかと、最初にイラストでやった作業と違うじゃないかと思われるかもしれません。黒い線を描いていないじゃないかと思われるかもしれませんが、35分の1サイズで細い線を描くっていうのはすごく大変なんですね。で、線を描くよりも線を残した方が楽です。これが一つのポイントだと思います。これをね、ぜひやっていただきたいと思います。もうちょっと茶色に塗ってみましょう。一回ではなかなかね、色がのりませんので。はい、では白目をね、描きたいと思います。塗料はちょっと濃いめの方がいいと思います。流れ込んでいってしまうと、せっかく の境目が表現できなくなりますんで、やや濃いめで筆先にのせる感じですね。いきますよ。よし、この目玉ですね、ここですね。ちょっとずつ様子を見ながら描いていきます、やりにくい時はね、こう逆向きにしますとね、割と描きやすいですよ。そしたら、再度ね、茶色でこれをもうちょっと整えます。はみ出しまくってますんでね、整えましょう。先ほど自分が描いた絵もね、参考にしながらやりたいと思います。はい、じゃあこんなもんでどうでしょうか。まあまあまあいいかな。